はい、こんにちは。今回はディアブロス亜種の、素材である、上質なクロマキーズのですかね、の方の入手方法の方をご紹介します。非常に簡単ですので、試してみてください。武器の方ですけども、ライトボウガンで睡眠弾レベル2ですね、こちらが打てる武器の方をチョイスしてください。始まりましたら10、15番のキャンプですね、からスタートしていただいて、14番に向かいます。持ってくるアイテムですけども、オート爆弾とオータル爆弾ですね、こちらの方を持ってきてください。ディアブロスが見えてきますので、武器を出していただいて3発撃ちます。そしたら左角のですね、左角の真ん中あたりに、丸ボタンで爆弾をセットします。そしたらオタル爆弾を同じように置きます。これは G でなくても大丈夫です。そしたら、オート爆弾をセットしていただいて、違いますね、起爆で何でもいいんで起爆してください。でオート爆弾をセットします。潜った場合にはオート爆弾ですね、潜らない場合には、こちらの、赤く光ってる爆弾ですね、こちらの方で角割れますので、これで割れましたね。はい、あとはクエストから帰還をしてもらえれば大丈夫です。こんな感じですね。で、これを繰り返してもらえれば、すぐに集まると思いますのでおすすめです。破壊王がつけれれば、つけた方が多分楽ですね。その場合にはオータル爆弾いらずに、地雷ですね、あちらの方をセットしていただいて頭を殴るという形をしてもらえればすぐに割れると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。